創世紀第六章。人が地の表に増え始め、娘たちが彼らに生まれた時、神の子たちは人の娘たちの美しいのを見て、自分の好むものを妻にめとった。そこで主は言われた。私の霊は長く人の中にとどまらない。彼は肉にすぎないのだ。しかし彼の年は120年であろう。その頃またその後にも地に、 ネピリムがいたこれは神の子たちが人の娘たちのところに入って娘たちに産ませたものである。彼らは昔の勇士であり有名な人々であった。主は人の悪が地にはびこりすべてその心に思いはかることがいつも悪いことばかりであるのを見られた。主は地の上に人を作ったのを悔いて心を痛め 私が想像した人を地の表から拭い去ろう人も獣も刃物も,のも空の鳥までも私はこれらを作ったことを悔いると言われたしかしノアは主の前に恵みを得たノアの系図は次の通りであるノアはその時代の人々の中で正しくかつ全き人であったノアは神と共に歩んだノアはセム ハム・ヤペテの三人の人子を産んだ時に世は神の前に乱れて暴虐が地に満ちた神が地を見られるとそれは乱れていたすべての人が地の上でその道を乱したからであるそこで神はノアに言われた「私は全ての人を絶やそう」と決心した彼らは地を暴虐で満たしたから私は彼らを地と共に滅ぼそう。 あなたは糸杉の木で箱舟を作り箱舟の中に部屋を設けアスファルトでその内外を塗りなさい。その作り方は次の通りである。すなわち箱舟の長さは300キュービット幅は50キュービット高さは30キュービットとし箱舟,の屋根箱舟に屋根を作り上へ1キュービットにそれを仕上げ また箱舟の戸口をその横に設けて1階と2階と3階のある箱舟を作りなさい。私は地の上に洪水を送って命の息のある憎なる者を皆天の下から滅ぼし去る。地にある者は皆死に絶えるであろう。ただし私はあなたと契約を結ぼう。あなたは子らと妻と コラの妻たちと共に箱舟に入りなさい。またすべての生き物、すべての肉なるものの中からそれぞれ2つずつを箱舟に入れてあなたと共にその命を保たせなさい。それはオスとメスでなければならない。すなわち鳥はその種類に従い、獣はその種類に従い、また地のすべての遼うも,のもその種類に従ってそれぞれ2つずつ。 あなたのところに入れて命を保たせなさい。またすべての食物となるものをとってあなたのところに蓄えあなたとこれらのものとの食物としなさい。ノアはすべて神の命じられたようにした。